難しい部分も出てきてしまうのを、まあ、この攻撃的なデュエリストが1人多いというところをどう生かしてくるかに注目です。クレイジーラ君は映画はメインに2、そしてキャット3で上がっていきます。いやただキャット中央にドローン回していますが見えるか、エッジが見えましたかね。その瞬間バンテがキャットで勝負、あイントロが進んで倒してた1位交換パラノイア、そしてアレーティア続ける、クレイジーラ君を止めていきます。フラッシュとともに熱も入っていきますが、ここにはバンテです。うまい、そこよくピンポイントのアダム抜ける。さあラストは1人ワンオンツー、ネスはそのまま B の方に入っていきます。状況でいうと人数差は確かにクレジラ君の方が有利ではありますけど、ここからの取り返しノバジスはどうでしょう。ノバジスは難しいところですね。アビリティ何を持っているかにもよるかもしれないです。ただリコンボルト上がるのを待ってから攻めたいですね。ノバジスリコンボルトが上がりました。ネスはフォールトラインに上がります。確定する。まずはリコンボルトを刺していきます。映らない場所にいると断定ができました。さあここからフォールトライン入れていきます。いやーこれワンワン体力はお互いフル。ネスはむしろ予想外のポイント、おすれ違ってる、すれ違い、まさかのところから取ったのはノバディスファーストラウンド。いやーギリギリでしたね。こんなすれ違いあるかという、お互い背中合わせの、お気づかない、いた、スモークで隠しますが、メデューサよく反応しました。ちょっと奥に行っちゃいましたね。さあこれでそのまま A 進行です。中に入って、おうゴースト、まあ距離的にねスティンガー扱いにくいっていう判断でしたね。まあ右クリックからのねスティンガーもありましたけども、ゴーストを綺麗に頭抜いてきました。これで人数状況3対3、武器差はあったクレイジーラクーンやっと設置です。残り30秒での設置、ホールドライン、そしてアフターショックを打ちながらまずは破壊してエントリーのタイミングどうでしょう。ザカバー入れた瞬間です。フェイタルワンキル取るものゼファーのカバー、問題はヘブン側だけ。2対1、人数状況有利、おおワンワン、体力は比較的ありますけど、おお抜いたカムロ、カムロ見事ですね。ファーストラウンドもワンワンをものにし、このサードラウンドでワンオンツーをものにしました。残り体力3ですから、よく取り、だいぶ優勢になりました。これはクレジーラ君はラッシュの構えでしょうか。そうですね、これはゼファー選手のブレードストームが頼りになりますね。スーパープレーあるか、これでオペレーターがバレましたが、ゼファーのブレードストーム少し狙っています。入ってくる、さあそれに対して突っ込め、カムロがまずは抑えて2キル目、綺麗なエイム。3人目はこれは弾が少し少なかった、バンダルの少しダメな部分が出ました。いやーただ二の矢はレーティアです。スパイクドロップ、人数状況4対2、かなり映画の裏取りも警戒していますね。いやこれもうフィジカルでクレイジーラクも勝負しないといけませんからね。これはノバジス覗く必要がないですね。入れさせて入ったのが分かった瞬間にまあ勝負すればいいだろうという、入る角度だけ抑えていけばいいですね。そうですね、アレーティア、リオンのカバーが入ります。中からのフェイタルのカバー、これで4対0、ノバジスさらに勢いを増します。下がったのが分かりました。クレイジーラクーンがセンターのエリアを支配していきますが、逆にこちら B 側ではノバディスの方がプレッシャーをかけている。アフターショット、いやフラッシュ、おうまい、ネスいいタイミングです。後ろを向きって避けはしましたけども、それよりも早いタイミングでしたね。センターからのメデューサ、徐々にクレイジーラクーンのペースになってきました。イントロもキルを重ねていきます。ここからの A 展開、センター取ってからの A 展開です。2on5、しかもメデューサがやはりこのミッド支配しているので、カムロも寄りたいけど警戒しないと、足音鳴らせました。ノブはやはり待ち構えていたメデューサのもの。さあクレジーラ君はセンターを、そうですね、イントロが、あこれでボート2分かりましたね。今のワープで
倒されたのでしっかり見えていました、うん、そして A 側にローリングサンダー打ってからキャット詰め、うん、交換クレイジーラ君のメデューサが配下に置かれた、そして B 側メデューサ一人で行きましたけれども、これで2対3の人数状況になります。折り返しのローリングサンダーあるものの2対3という人数状況をどう見るか。ちょっと体力的にも吐きたくないですね。いけそうであれば吐く、まあ、ワンキル取ってその後の状況が良ければ使うかもしれません。ただこのラウンドを使わないと次はエコラウンド使うタイミングがさらにないかもしれません。いや分かっていて中に入ったフェイタル2体の2分の強でローリングサンダー、そしてカウンターのいいタイミング、イントロ待っていました。守れるか守れないかでいうと守れないはずなんですけど、そうですね、ただそれでもパラノイアを打っていく位置は暴れました。スティンガーだけでは削れません、ね、アレーティアのシェリフで2キルゲット。ただ武器が時間稼ぎにも限界があります。エコラウンドで2キル取れたのは非常に大きい。あ、イントロうまい。さあこれで3対3の人数状況、取り返しのノバディス、そして守るクレイジーラ君、設置は現在ここで完了です。早めの取り返し、フラッシュはすでに打っています。3個目のフラッシュ、その間にリオンがバンテをキル取っています。2対3の人数状況、人数有利なクレイジーラ君は武器も有利なので削っていきます、うん、これでラウンド取得数4対4です。あ、まあ、守りにくくなりますよね。センター深くまでドローンを流し込みます。で B 側は少し狙っているゼファーです。フェイタルをファーストキル取りました。これで B の中に入っていくことでしょう。片付けた割はしっかりカムルが抑えて2人目取った。時間を稼げば十分なポジション。ただ怖いのがここからのゼファー。そうですね、うまいですね。ゆっくりゆっくり忍び寄って味方と合わせていきました。 B 確保。カムロもゼファーを無視して高速を狩りに行くっていう判断は素晴らしかったんですけど、手前にゼファー素晴らしいです。おこれエースなるか。エース取りに、まあ、取りに行くというかエースがありますね。これはワンオンツーいる位置が分かりました。エースは取られたくない。エースを狙いに行くゼファー。ただ1番はこのラウンド勝利すること、じっくり時間を稼いでいきます。取りました。お見事。綺麗なヘッドショット。ゼファーのエースです。今回のラウンドに限っては A はワインが取れているので、だいぶ B に寄せてもいいラウンドですが、ゼファーのファーストキルから。当たらない。バンテのシェリフリロードタイミング狙われました。フェイタルのシェリフでゼファーは倒されていますが、現在3対4の人数状況。中で丁寧に守っているフェイタル、かなり抜いて削っています。さすがに武器差が、いや丁寧だな。2人でゆっくりとクリアリングです。しっかりとリコンボルトのタイミングを待った。クレイジーラ君設置もできましたね。取り返しは、攻め側のアタッカーベースではなく、キャット2そしてヘブン2でしょうか。はい、まあ、あとは1人どちらにするかというところで悩んでいます。ハンターのフューリー映っています。合わせてアレーティアが入っていく。あとはメイン側をどう抑えるか。そうですね、一応ヘブン下にまだ1人残ってますよ。まあ、ヘブンからバーテのカバー、そしてフェイタル、ここは見えない。ゼファー、いやーロング2になってしまったので、これちょっとクレジラ君苦しいです。2対4の人数状況、ゼファーそこを崩せるか。2人目いやーデストを抑えてる抑えてる。ワオ2最後デスのシェリフ、2人で守るしかないんですけれども、そうですね、開けるとファイバーがいないので、そう侵入がわからないんですよね。そうですよ、情報が出れないのでかなり苦しいのが目立ってますね。フラッシュからリオンのピーク、そしてヘブンワイントロ、そしてダークカバーを入れつつ中を取ることに成功。完璧なクレイジーラクーンの攻め方です。まあやはりサイファーの圧力ってあったんだなと思いきや、裏からメデューサタップ打ち、パーフェクト、パーフェクトですか。これで4対8。こういった偏った戦術を取るのが一般的です。一般的とはいえどもなかなか面白い配置、しかもこれ噛み合いそうですね。どうだアレーティア気づけるか。体は出してくれません。そしていい射線の組み方しているので片方見えた瞬間、ね、片方に打たれます。
ただスパイカメラ見てるんで、これ見ました。そうですね、1人目中に入っていきます。1人はスルー、2人目、そしてマーケットからのカバーがあります。メデューサ、お、しっかりとバンテス選手を倒して武器も取って、取り返しですね。さあここで終わりました。2対3での取り返し、スペクター確保。人数差もあるので不利だとは思うんですけど、クレジーラクノジはかなり相手を削れるチャンスがあります。ホールドラインが来ます。リコンボルトまではあと3秒、しかしそれまでに突入してくることでしょう。中に入ってきます、うん、カムロレジとキルを取ってここでのラス。リアを使いながらまずは B のガレージトンネルを制圧しにかかります。全員でいきますか。人数をかけていきます。パラノイア受けました。ゼファーの位置しっかり補足。アレーテが中に入っていきます。中確保、3人での取り返し。クレイジーラクーン、うん、武器差がある中クレイジーラクーン有利に見えましたが、人数をかけてノバジスが設置。ポジショニングもバンテとあとアレーティアのポジションが中に入っていきま す, です、ね、いいカバーです。バンテ、アレーティア、最後はリオン、うまい。頭1個見えました。ただ3対1甘えてこないとここからのクラッチはありえません。いや冷静ですね。ワンオンツーチャンスが出てきた。まだ時間はあります。頭を出してきてくれている。位置が分かった。クラッチブレー、ワンチャンスあるぞ手前に。これは少し賭けのブレーになり、わお、相手の配置が終わりましたけれども、でもどこまで見えたかですね。狩りの時 間、中に入っていくアレーティア、そしてローリングサンダーの音もします。ファーストキルはゼファー、スモークを置きながら登りましたけれども、イントロのカバーもあります。これで人数状況は3対4クレジーラクーンが1枚上手な状況のラウンド。そうですね、カムロ倒した。ネスかなり前に飛び出しましたけどね。今ここで1バレましたね。3人いることがバレましたよ。ニューラルセクトで1がバレました。さらに1がバレたカムロ。センター詰め、そしてメデューサもセンターに加わる。人数状況はイーブンではあります。このうちはどうだ。ここでかい。リオンのものです。ここで一人一方的に削れたっていう強気な動き、大きいですよ。そして残り30秒、シーソーゲーム、またもやクレイジーラクーンが勝ち取れるか。ここで足音を立てながら中の方に入ります。もう時間はありません。行くしかないって感じですね。今夜ワイヤーです。パラノイアも入ってくる。設置されるまでに潰したいのがクレイジーラクーン。お、メタル続ける。しかしメデューサのカバー、次は大きかったんですけどね。メデューサのカバーも早かった。クレイジーなるんですよね。さあここでもさあブッドベイ、キャットにローリングサンダー、そしてキャットの方に入ったアレーティアに対してゼファーのショーティーが刺さりました。ゼファーさらに続ける。そして武器獲得、その間にレジがキルを取っています。フェイタルもそのカバーに入った。さあこれで人数状況は3対2。そして飛んでいく、なんとメインの方です。なるほど、配置を変えました。まあ、こうすればまあ安全にロングまで下がれるか。メデューサの距離でシェリフ、そしてワイヤーでこれはワンオンワン、大事なワンオンワン抜いていくわ。カムロ今日3回目、カムロ最後の男狙っていくアレーティア。いやこれはオーバーです。リーチをかけない。ここ重要なラウンドです。あとは中だ、待ち構えていく。ゼファーに対してどうプレッシャーかけるか。ゼファーが抜け、それを抑えるゼファー。3キル目、4キル目はここはバンテが抑える。2-on-3に過ぎる。ただ状況ひっくり返りました。リオンが抑えた。11対11になるか。おー、インドを抑えた。設置するまでの勝負が一つ。フェイタルの設置、キャットからの取り返し、ネスネス、メデューサの取り返し、ヘブンではイントロとゼファー。キャット詰めよく警戒してます。いやここ先取った方大事だぞ。ショックダーツ打つ瞬間リーヤ勝負いった。フェイタルいった。メデューサのカバーが入る。
でもショートアドはメデューサしかいないことも分かりました。4対3メインではワンウェイのスモークを焚きます。いやここでニューラルすること大きい。位置が分かった。ゼファーよく抜いてる。オペレーターしかしレジェルの弾が入った。挟んでるワンオースリー。時間がない。綺麗なエム。時間はありません。これはキープの判断、断念しましたね。キープさせないか。抜いたー。キーパー許さない。レジ抜いた。それは大きすぎる。深いぞ今の。ファーサキル。しかし取っていくのはレーティア。いやこれネス倒したのは大きいぞ。フラッシュ要因がなくなりました。そうですね、一番倒されたくない選手です。クレイジラ君一人削られたエース級のプレイヤーネス。ただこれかなりこう A に寄ってますから B はもうリテイクを前提とした配置取ってますね。ここでもしクレイジラ君が強心臓でアビリティ使わずスローで B に入れるんであれば強いですけど、ドローン使いますよね。でもどうでしょう、フラッシュがある側ない側、そして人数状況有利不利があります。そうですね、まあ、問題はクレジュラークーンの配置がそのトンネル側に配置した場合どういうふうに射線を組むか、まあ、何よりもその配置ですね。メデューサですよ注目は。そうメデューサとあとリオン、この2人が重要です。あとはそこに対して味方が、まあ、ゼファーなり合わせてくるのかどうか。さあリオン、メデューサのこの2人の構えどう攻略するか。いやどうなるか、スモークを焚くしかないでしょう。いや後ろからレジますけどこれ気づいてるか。大事な光線だ。一人目これでかい。ワイヤーもなくなりました。ただリオンがそこを抑えている。カムロがリオンを落とした。あとはだから4対2を取り返し、クレイジーラ君苦しい。潰された。これで13対12。またしても待って間に合う。おっ、あー間に合わない、間に合わない。ノバディス中で削られている。人数状況は5対4という人数状況かなり有利になっていますけれども、体力的にはノバディスが削られています。いやリオンの裏取りが早い。おただフェイタルレジ、そして裏取りのリオンどう対処する。削られている。いや分かんなくなったぞ。2対3アフターショック出てくるところをどう潰せるか。リオンと合わせてネスも飛び出す。ただ体力がリオン取った、フェイタル取った。あとはワンオツ、うわこれネスモードローリングサンダー。いやー繋いだ。設置さえできてしまえばっていうところありますけど、あ設置フェイク、これ設置、そこに合わせてフラッシュ1個目2個目すべてのフラッシュを使っていきました。フェイタル、フェイタル、アレーティア。さあこれで人数状況逆転3対2。ヘブン2バレてるかもしれない。設置完了。ただやり返してくるゼファー、ここで裏取りに来てゼファーネス耐える。いや見てるネス、ワンブイツ。いや最後のカムロ、クラッチマン、クラッチマン、カムロ一人目。カムロ、カムロどうなる。ガーゼファー14対14。夜までやろうぜ夜までやろうぜ。今日あと4試合残ってからな。いやバロラント最高でしょ。ちいち取り合うともう一回リセットでやり直し。お倒せた。うわ倒せない。ゼファー倒した。クレイジーラ君ラスだ。 B の中に入っていきます。センターではメデューサがキルを取っている。いやこれで人数状況3対5。ノバジスついにファーストブラッド取られちゃいましたね。フラッシュはあります。 B や2個、フラッシュポイントあと1個。見えてる。どうだリーナの強さを出せるか。い強い強気のピークゼファー、これで2対5。絶望のノバジスこれでパーフェクト。好きですよ。キャット4、初めてのキャット4人リーヤ、そしてクラウドバーストを入れながらゼファー続けるで抜きました。勝利が見えてきたクレイジーラ君、苦しい戦い。いやさあゼファーも3キル目イントロ。バンテ1人残った。これは決まるか。最後はリオンだ。クレイ